サハ204型の室内中央に並ぶ、スタンションポール公共交通機関における、スタンションポールとは、電車やバスなどの乗り物で、立っている姿勢の乗客が姿勢を保持したり、座っている姿勢の乗客の立ち座りの補助のために、座席前などに設置される立て手,手すり、ライトレールや路面電車を含む、鉄道車両やバス等の客室内に設置される。 スタンションポールは着座していない、立っている乗客をも定員に含む、通勤系車両や路線バスには必須の装備となっている。フランス国鉄 Z22500 級電車握りの位置が高い釣り川に対し、床から天井まで達するスタンションポールは、乗客の身長に関係なく、どこでも掴むことができる。また、合成に優れるため、他人数の利用にも適している。 ノッティンガムのライトレール以前は、通勤系電車の出入口広場の中央に、床から天井まで通して設置されているつかみ棒のことを、特に、スタンションポールと呼んでいたが、近年では、定員乗車の促進を兼ねて、ロングシートを分割する様に取り付けられているものや、袖仕切りや網棚と一体となったものなど、その役割から、垂直方向のつかみ棒全般を指すように変化している。 一方、ライトレールを含む路面電車や路線バスは乗降口が片側のみか天体小配置であることや室内幅が狭いことから車体中心線付近に床から天井までのつかみ棒が設置されることは非常に少ない。路線バスの一例東急バス日本のバスでは味方向きロングシート車での直立するつかみ棒はドア付近と運転席背後のみあったが ラッシュ時の詰め込み対策として一部の座席を省略するものが現れると、その周囲にも設置されるようになった。海外の路線バスや路面電車は、進行方向向きの座席が多いことから、床のほか、背もたれ上部に設置されているものも多い。路線バスや路面電車のものは、日本の例を含め、ほとんどが黄色や大色などの警告色に着色されている。 パリのメトロなどのボックスシートの車両では、つかみ棒が各座席背もたれの通路寄りに設置されており、数も非常に多かったが、ロングシートの車両では、吊り革のみで直立するつかみ棒が全くないか、あっても網棚の支えを兼ねたものが、出入り口付近に設置されるのみであった。出入り口直近は、吊り革の設置にも不都合が多いため、このエリアの立ち客の支えとして出入り口広場の、 中央にスタンションポールが設けられた。ニューヨーク市地下鉄の車両には当初から設置されており、昭和初期の日本でもこれをモデルに開業した東京地下、鉄道線系電車などで導入された。鉄道省でも昭和初期に導入が始まった半高性電車で採用され、3、扉ロングシート車は、もちろんのこと、もは42型などの二扉セミクロスシート車にも装備された。 軍需物資の増産による通勤ラッシュに対応すべく日本初の20メートル級4扉車として誕生したモハ63型にも設置されていたが、資材を極限まで切り詰めた戦時設計であったため、つかみ棒は屋根を支える役目をも果たしており、これがないと屋根が凹んでしまうというものであった。また絶縁されておらず、落雷時に感電してしまう事故もあった。 作りの粗悪な63系は戦後復興とともに少しずつ改修を受けてはいたが戦後製の車両に対しての見劣りは避けられずこれを本格的に更新改造したものが72系電車であるがその際もスタンションポールはそのまま引き継がれている戦後混乱期や高度経済成長危機にはラッシュ時の殺人的な混雑が状態化していたがその中でスタンションポールは 圧迫された乗客が暴れ骨を骨折するなど事故の原因ともなった。その後、新性能電車の行使となったモハ90型では、逼迫した線路容量の解決策として、加減速性能の向上とともに、客扱い時間の短縮にも注力されており、出入り口には国鉄の新造車で初めて両開きドアが採用された。それまでの調査結果から、 出入り口付近のスタンションポールと釣り川については、混雑時の乗客流動の阻害要因となるとの結論に達し、設置は見送られた。以来長らく国鉄の申請者から、スタンションポールは消えていたが、201系の試作車で、再び採用され、事故防止のためのウレタンパッドが巻かれるなどの改良が施されてはいたが、本採用には至らなかった。 国鉄分割民営化後、JR となってからの革新形式も同様の状況であったが、1990年、東日本旅客鉄道が山手線を11両、編成化する際、205系の増結用として製造された6、扉車の左派204型で、スタンションポールが本格的に採用された。以前のものとは異なり、設置位置が収容式座席の前へ変わり、 スタンションポールの周囲にも多数の釣り革が設置されている。以降、大手施設の多飛車にも同様のレイアウトが踏襲されたが、ホームドアの導入による多飛車の廃止とともに減少傾向にある。新名開鉄同様語時点 ISBN4 から90万7727から18から6。ありがとうございます。